は日本の弁護士、奈良マホロバ法律事務所代表弁護士、奈良弁護士会会長、奈良県労働委員会会長等を歴任、乱受報賞受賞、総務大臣表彰、万葉化コンクール、アスカ村長賞等受賞、奈良県柏市出身、1974年、一橋大学社会学部卒業、1998年奈良弁護士会会長、 日本弁護士連合会場無理事。2004年山和高田市に、奈良マホロバ法律事務所を開設。2009年奈良弁護士会後期委員会委員長。近畿大学法学部非常勤講師、龍谷大学法科大学院非常勤講師、奈良県労働委員会会長、奈良地方裁判所桂城部民事調停委員、家事調停委員、生駒市情報公開及び、 個人情報保護運営審議会会長、柏市情報公開審査会副会長、柏市公平委員会委員長、奈良県後期高齢者、医療広域連合公平委員会委員、山戸高田市立病院倫理委員会委員、財団法人なんと経済研究所評議員等を歴任。2011年全国公平委員会連合会、表彰。 2012年労働委員会委員15年、在任表彰。2014年柏市自治功労者表彰。2015年蘭自法省受賞。同年大阪高等裁判所長官表彰。2016年公平委員会制度65周年総務大臣、表彰。2017年地方自治法施行70周年、記念総務大臣表彰。趣味は、音楽で。 大学時代は、一橋大学、津田塾大学合唱団ユマにテで、テノール見識者として活動した。地域の音楽サロン代表や、作曲活動なども行い、2011年には、万葉歌コンクールで、アスカソン長賞を受賞。ありがとうございます。